皆さんこんにちは、朝日です。今日はですね、最近ちょっと地震が多くて不安ですよね。ということで、我が家の防災バッグの中身をご紹介していこうと思います。はい、2年前とかね、3年前ぐらいにも防災バッグの中身のご紹介はしてるんですが、まあ、年々ちょっと強化されてったりとか、見直したりするものがあったりとかして、現状の一番最新の防災バッグの中身をご紹介していきます。まずこちらのね、リュック自体をリニューアルというか新しくしました。以前使っていたものがこちらのね、リュック使わないやつに入れてたんですけども、もうこれじゃ収まらなくなってきてしまいまして、楽天で大容量のね、こちらのリュックを購入しました。2500円ぐらいで買えた気がします。結構安くって、容量も45リットルっていうことで結構入るんですね。まだ余裕があるぐらい。メインのね、物入れるところと、あとこちらにも一つあるし、ここにももう一個扉があったり、あとサイドにもこのネットのものがねあったりしますし、ちゃんとね落ちないようにこういう風に支えられるものがあったり、あとね横にも一応ここをねキュッて止めれば何かここに引っ掛けたりとかねすることができるようなものになってます。で、ここにはカラビナをつけて夜光るやつですよ。パチンってつけれるやつね。あとはここの部分に使ってない G-SHOCK をねかけているのと、シュルシュルってこれ100均で買ったやつ、伸びるやつに笛とライトをつけてます。そして今ここにね、ガムテープをねペトって貼り付けてるんですけども、乾パン2023年4月とかね、水2023年7月とかね、賞味期限をねここに書くようにしております。防災用のご飯とか、あとお水とかって賞味期限長いものもちろんあるんですけれども、そうじゃないのものもね入ってたりするので、そういったものはこういう風にね分かるようにしています。はい、そしたら中いきます。まずここのミニボックスにはですね、こちらです、お金。そしてここに入ってる紙には、保険証のコピーと免許証のコピーをしてあって、あとは家族全員の電話番号をここに書いております。やっぱ携帯充電ね切れたりとかすると、もう家族の電話番号なんて一切覚えてないので、絶対ねメモはしといた方がいいんじゃないかなと思います。ちなみにね、リュック以外にもすぐ分かるところにみんなのね電話番号を書いてあるやつをね置くようにしてます。前側の取り出しやすいところにはジップロックにいろいろと入ってます。もともとはジップロックに入れずにねここ入れてたんですけれども、まあ、雨とか、まあ、津波洪水とか水害の時にやっぱりなんか一つこういうのでくくってあった方がいいかなっていうことで、まるっとね入れてるんですけど、まずポケットティッシュで、ウエットティッシュ、軍手で、寒い時用のアルミ保温ブランケット、バンダナで、メモ帳とペンとサインペンも入れてます。あと電池も単三と単四で入れていて、ハサミと iPhone の充電器のケーブルとタイプ C ですね。タイプ C いろいろ使えるんで。で、あと何かと充電ケーブルの形で多いさ、このタイプ、なんて言うんだろうね。このタイプの3種類を入れるようにしてます。そしてもう一つ、こちら袋が入っていて、この中はお薬とか、そういった感じかな。予備のマスク、カイロ、いくつか。ひんやりシート、傷パッドみたいなやつ。で、この中にいろいろとね、必要かもしれないというね、お薬とか入れていて、まあ、絆創膏と、抗菌用の目薬とか、食あたりとか、そういった時用のやつで、ビオフェルミンとか、結構胃腸が弱いので、そういったものが多いですね。はい、そしたら、メインの中身が、じゃかじゃーん。早速、見えましたのがこちらですね。折りたたみウォータータンクで、ダイソーだけど300円のやつなんだけど、こんな感じでねポコポコポコってこう蛇腹式になっていて大きくできるので、持ち運びとかする時用にねちっちゃくなるのでいいかなと思って買いました。あとはこちらのね、ラジオです。くるくるくるって蓄電できるものがついていて、で、ソーラーパネルもここについているので、電池とかなくても、こう電気貯めれますね。で、これもライトついたりとか、一応 USB とかも刺さって充電できるので、ポータブル充電器的な感じのね、役割もなってくれるってやつ。そして、
こちらですね、ソーラーパネルがついている充電器です。これ結構重いのでね、なんか別にこれがすごくおすすめってわけじゃないんだけれども、もう今もほらこんな感じでちょっとねこう外に出すと充電が始まるんですよ。電気やあと電池を頼らずともまあ過ごせるかなっていう感じです。はい、そしてちょっと大物になるんですけども、じゃーん、こちらが空気で膨らませられる、あの寝る時の下のマット、多分キャンプとかねそういった人たちが使ったりねするやつだと思うんだけど、以前消防士さんのチャンネルで防災の時にあった方がいいものみたいな感じの紹介をねしてる動画見た時に、やっぱり避難先で寝ている時の底冷えとか体が痛くなったりとか、そういうあの避難所でのストレスっていうのが結構たまるみたいな話で、こういう寝る時のマットはあった方がいい的なのをね言ってたので、ああそっかと思って、持ってなかったんでこれはね買いました。海外旅行行く時に持ってってた、ここで膨らませられる首のやつです。これめっちゃ便利なんでね、ふう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 って、はい、こんな感じでね、マットもそうですけども、まあクッションとかにもねなったりするかなとも思ったりするので、まああってもいいと思うのね。そして一応のレインコート、あとはこれピクニックシートっていうのね、お尻に引けるやつ、ラップ、食事の時とかお皿を洗わずにラップかけてご飯食べたらそれ剥がせるみたいな感じで使えたり、まあ傷のなんか手当てとかもそうだと思うんですけども、使えると思いますので、ラップもマストですね。大人用の体拭きっていう結構大きめのウェットシートも入れてます。あの赤ちゃん用のお尻拭きとかね、そういうのでもいいかなと思うんですけども、ちっちゃいやつと、あと体がもし洗えなかったりとか拭きたいな時用に大きいやつっていうのでね。でこれも100均で買った、あのお買い物袋とりあえずブンって投げ込んじゃってますけども、じゃじゃーん、水2リットルです。5年とか10年水みたいなのを使ってないんですね。本当にそういう時が来たらもう絶対的にね活躍するのは間違いないのはも分かるんですけれども、なんとなく何が入って5年とか10年とか持つんだろうっていう方にちょっとなんか怖さを今のところ感じてしまったりするので、まあ、だったらまあ賞味期限ちょっと浅いですけれども、そうじゃなくても水は飲むということで、こういうのをねあの入れて、でちゃんと賞味期限ね切れそうになったら買えるっていう感じでやってます。はい、そしてこちらの巾着袋の中にはですね、あ、ご飯が入ってます。あんパン、保存食のご飯です。ドライカレーにわかめご飯ってことでね、ご飯尽くしの3つが入っております。はい、そしてこちらのもう一つジップロックの中には、はい、こちら靴下です。靴下はまあ寒さ防止もそうですし、なんか危険なものをね踏んでも大怪我にならないようにみたいな感じで足守るよう。であとフェイスタオルですね、こういう折りたたみのスリッパとアイマスクと、あとは耳栓を入れております。そしてもう一つなんか同じような袋の中にもいろいろとね入ってるんだけれども、メイク落としシートとか、トラベル用のスキンケア、あとリップクリームも一応ね、唇めっちゃ乾くので一応入れておいてます。歯ブラシと歯磨き粉で、歯磨きができない時とかそういった時用の歯磨きシートっていうのもね入れてます。そしてこれがあの固まる携帯トイレですね。あとサウナ用の使い捨てショーツっていうね、これも100均で5個入りぐらいなんだけども、これめっちゃいいんですよね。あのパンツは入れてないですね、布のパンツ入れてなくって、以前海外で電気とかあと水道がないようなところに行った時に、私はこれでね2週間ぐらいかな過ごしていて、全然ねあの嫌な思いせずに過ごせてたんで、パンツはこれで、あとナプキン、最近だとあの洗って使える月経カップですね。月経カップも私は普段使ったりしていますので、今まで使ったことがないのにね月経カップ入れとくっていうのはあんまりおすすめしないんですけれども、まあ、使い慣れてる方とかだったら月経カップ入れとけばナプキンなくても
それだけでも済むっていうのと、あとは洗えて使えるっていうところでいいのかなと思ったりもしてます。そしてこれがね、そう、100均でこれね売ってた圧縮タオルってやつ、グシュグシュグシュってなんかタブレットみたいな形になってるんですけども、お水つけると広がって結構丈夫なタオルになってくれるので、これもすごくいいですよね。お股用のクレンジングワイプ、香りもついている感じでデリケートゾーンをね洗浄できるっていうものなので、これも入れてます。はい、そしてあともう少しですよ。こちらのねトイレットペーパー、トイレットペーパーはブシュってもう潰して入れると場所も取らないでめちゃめちゃいいです。そしてこちらの中にはですね、ガムテープと、あとはキャンドル入れてます。なんかろうそくとかだとさ、それがもうなくなっちゃったら火消えちゃうけども、やっぱこういう瓶に入ってたりとか、さらにソイキャンドルだと普通のものよりも長時間火が消えずに持ってくれるので、何かあった時にいいかなっていうことでこれを入れてます。そしてライターね、ライターも入れてます。これ香りがついてるので、やっぱり香りの力って、私はねなんかストレスとか何か抱えてる時にねすごく大切だなと思うので、香り付きのもので、まあ余ってたからねこれを入れました。で、香りで今思い出したけれども、そうだ、ここにねちょっと入れてたね、ちょっと余ってあんまり使ってなかったこのエッセンシャルミストっていうのをね入れておいておこうかなと思って、これもなんか香りがしてくれて、 CBD オイルも入っている、フリームっていうところのエッセンシャルミストってやつなんだけど、カームダウンって言って落ち着きてーって、落ち着きたいなーっていう時用の、精油がブレンドされているやつなんですよね。はい、そして最後にこちらですね、PC 用の入れる袋、まあ、どういう状況で避難することになるかもわからないから、とりあえずパソコンを入れられることも想定してパソコンを入れる用の袋を入れています。これは本当にリュックのスペースがまだあるから入れれるっていう感じですね。もう本当にサブのサブのサブぐらいのものですね。はい、リュックの中身全部並べてみるとこんな感じです。結構たっぷり入ってたでしょう。で、先ほどねちょっとご紹介し忘れちゃったんですけども、頭守るヘルメットと、うちにね今サイクリング用のこのヘルメットしかないので、とりあえず何かあった時はこれで頭守ろうかなって思ってますが、以上が私の防災バッグの中身なんですけれども、まあ、本当にすぐ逃げなきゃいけないぐらい今住んでるところが崩壊したとか、救助要する時用の今はねバッグかなっていう風に思っているんですが、私なんかよりももっとこう避難をしなきゃいけない人とかももちろんいるかなっていう風に思うのと、あとはこの建物自体が一応耐震用の建物をっていうこともあったりとかするので、よっぽどじゃない限りは自分の家にいることになるのかなっていうことも想定して、お家の中で過ごすため用の防災グッズみたいなものも一応用意してるんですね。はい、一応それがこういうところにも入ってたりとか、あと他にもあるんだけども、この中で入れているものは非常用のトイレセット、水が止まった時はねちょっと大変だなっていうふうに思ったりしたので、非常用のトイレっていうのは絶対入れておこうかなっていうことでこの中にね入れてます。どんだけトイレ気にしてるのっていうぐらい、このこういう種類のも入れております。あとはカセットコンロとカセットコンロのガスはちょっと多めに最近買い足しましたね。あとはお水のペットボトルね、2リットルのやつっていうのも一応あるんですけれども、最近普通に自分自身がハマっていて買い足した、じゃん、はい、こちらのね20リットル入っている温泉水、これね観音温泉水っていうねところのやつなんですけれども、そう、これさ普通にさ美味しくって結構気に入ってるんですけども、まあ、防災対策っていうのも兼ねてお水はねこれをストックみたいな感じで持っとこうかなっていう風に思ってます。あとはパントリーに備蓄は用意していて、私一人暮らしだけれども一人暮らしにしては備蓄結構ちゃんと備わってる方なんじゃないかなと思ってます。ちょっとこんな感じでなんやかんやね普通に使うものも入れてるんですけども、ここら辺にはチンできるご飯、こういう瓶のアップルソースとか、ちょこちょここういうところにエナジーチャージがあったりとか塩分チャージがあったりとか、あ
とはこの中がパスタ系ですね。あとこっちはカレーのルーとかご飯の、あの炊き込みご飯の素とか、あとパスタのルーとか、そういったもの、レトルトのやつがあんまりね食べないんですけども入っていて、プロテインですね。プロテインがいろいろと入ってます。でこっちちょっと重いから出せないんだけど、あのなんだっけ、野菜ジュース、缶系ですね。缶のサバカレー、美味しそう。で食料の備蓄の方法でもですね、いろいろあって、私はローリングストックっていう方法を取り入れていて、備蓄をねこう一定量保ちながら古いものは食べたりとかして、こう新しいものを継ぎ足すっていうような形で、賞味期限がそれなりに持つ食材っていうのも あったりすると思うので、そういうのを、まあ、備蓄としてねこう入れて回転させるっていう風にやってますね。あと最近ねすごく信頼できるアイテムがね加わりました。それがじゃん、こちらですね、ポータブル電源。私はねこのアンカーのパワーハウス2400っていうね、あのいろんなねサイズがあるんだけども、一番小さいサイズ持ってます。まあ、こんな感じで、まあ、重いけれどもね、普通にあの女性でも持てるぐらいの重さで、携帯とかパソコンの充電だったらもうほぼほぼ減らないんですよね。全然持つ、まあ、もちろん熱を発するようなものとつなげると結構減りは早くなるものの、小さいけれどもかなりパワフルに持ってくれるっていうところでとっても気に入っています。でここにライトがあったり、後ろにもライトがあったりとかして、あと嬉しいのはねタイプ C がここ刺さるんですけども、タイプ C で充電ができるんですよね。結構最近自分が使ってるものってタイプ C のものが多いんで、これがねかなり嬉しいですね。まあ、お家だけじゃなくアウトドアでもね使えて、でさらにコンパクトでっていうのでねすごく気に入っています。で最近あの東京がさ、あの東京電力が電力不足で皆さん節電お願いしますみたいな、停電になるかもみたいな日があったと思うんですけれども、その時も私はもうあの家の電気っていうものは全部消してこれだけで過ごしてたんですよね。結構最近はあの予行練習みたいなこともやるようにしてますね。やっぱ何かあった時にどうやって使うのこれみたいになったら全くもって意味がないなっていうふうに思うので、普段からまあ使い慣れるようにはしようかなっていうふうに思っております。家だったらねこれだけ揃ってるんでいいんですけれども、外で何か災害があった時に困らないように、私は必ず出かける時はこの中にお水を入れて、あとは本当にちょこっとだけでもこういうスナック菓子何でもいいんだけど入れておくようにしています。万が一なんかねエレベーターとか閉じ込められたみたいな時でも、こういう食べ物とか水があったりとかすると結構安心するかなっていうふうに思うので、こういったものとか、あと飴とかそういうなんか糖分があるものっていうのをなんか入れてますね。あとはポータブル充電器、うん、これは必ずこの3点セットは絶対入れてるかな。ぜひね何かこんななった方がいいんじゃないとかっていうのがあったりとかしたらコメントとかで教えていただけると嬉しいなっていうふうに思います。はい、ということで、長々となりましたが、これが私の防災対策グッズたちでございました。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。